こんにちは、リップス池袋店のケンシと申します。ご視聴よろしくお願いいたします。今日は2ブロックと刈り上げの違いについて説明をしていきたいと思います。まず、2ブロックとは何か説明していきたいと思います。その名の通り、2ブロック2つの、塊を意味してます。人形で見ていただければすごく分かりやすいんですが、中がすごく短くなっていて、だいたいこれ6ミリぐらいですね。で、上が、かぶってる、長さのあるヘアスタイルとなっております。2つの、塊、2つ長さの違う、場所が2つある、これが2ブロックを意味してます。逆にこの刈り上げ部分が上までぐーっと刈り上がっていて、上の髪の毛も、短くなっていて、馴染むようなヘアスタイルが刈り上げスタイルとなってます。それでは、様々なあのヘアスタイルの画像とともに、説明していきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。どうぞ。はい、それではまず、2ブロックのヘアスタイルを見ていただきます。こちらは、耳の上から襟足まで1周6ミリで刈り上げていて、上から毛をかぶせていて2ブロックの扱いとなります。こちらも、同じく1周刈り上げていて、耳の上から襟足まで6ミリで1周刈り上げてます。こちらは、耳の上だけ2ブロック入れていて、上から毛をかぶせています。次、刈り上げです。こちらのヘアスタイルは耳の上は、2ブロックで、後ろが刈り上げスタイルで、毛がかぶっておりません。こちらも同じく耳の上は2ブロックで、後ろは刈り上げスタイルとなってます。こちらも同じく、後ろは刈り上げスタイルです。ご視聴ありがとうございました。2ブロックと刈り上げの違いについて説明させていただきました。また、パーマだったりカラーだったり宿毛だったりトリートメントだったり、また何か質問ありましたら、僕のインスタグラムにて、DM で、質問を受け付けてますので、どしどし、連絡ください。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。